さあ今日はね、このボロボロの車を直して旅に出ようじゃないか。よろしくな、コウスケ。一緒に頑張ろうな。まずは車を直そう。よし、ここの扉を開けて。待って。あれ、動かないぞ。あ、こういう感じか。よいしょ、お、よくやった。さあ、ここにね、いろんな車のパーツが落ちてるから、これを持ち上げて、一つ一つね、つけていこう。タイヤはここだよね。お、ついた。お、いいね。錆びついてるね。車を完成させたら動くかな。よし、じゃあドアの部分だ。さあ、これは、こっちかな。よいしょっと。あれ？なんかおかしいぞ。ぴったりはめ込みたいよね。こうやって向きを調節していって、よし、これで。よいしょ、くっつくんだ。なかなかはまらないね。まあ、これでいっか。さあ、次はね、はめやすいパーツがいいな。タイヤにしよう。よし。タイヤはつけやすいんじゃないかな。よし、この辺にくっつけて、お、ついたついた。反対側も、お、コウスケ、任せたぞ。お、いいね。出来上がってきたよ。それから、これは、車の前の部分かな。ここだよね。ここに貼り付けていけるかな。お、いいね。ぴったしくっついた。いや、もう動きそうな感じしてきたね。さあ、次。あ、ここにも扉がある。大丈夫か？なんか引っかかってないか？よし。あれ？おお、扉開けて。下の階もあったね。あ、これはなんだ？え？うわ、かわいい。これ伝説の猫太郎の絵だ。よし、持ってこう。これ大切な絵。これはね、旅に必要な絵だ。心が降りた時、この絵を見よう。よし、後ろにじゃあ置いとくよ。入るかな？ちょっとこの絵でかいね。まあ、でもいけるはず。よし、入った入った。それから、あと食料も大切だからね。バナナ持ってこうじゃないか。バナナも詰め込んで、よいしょ。置いて。それから、他に大切なアイテム。あ、これ車のエンジンじゃないか？これも取り付けないといけないよね。前の方かな。ここを開けて、ここか。ここにはめるパーツだね。いけるかな？あ、来た。綺麗にぴったしはまったよ。それから、これも、車のパーツなんじゃないかな。これどこだ？この辺くっつくかな。待って。あ、ここか。ここにはめ込んで OK。で、閉めて。おー。完成近づいてきたね。お、ガソリンも入れてくれたみたいだね。よくやった。残りドア2つつけたら完成だ。裏とかにないか。ドアどこだ？で、こっちの部屋は、え、どっち？は、いらないな。いや、猫太郎がいるからね。どっちはいらなくていいか。スポンジはいるね。スポンジはね、車を磨くために必要だ。後ろに積んでおこう。よし。それから、これ。未だにはまってないね。あ、はまったはまった。よし。残りドア一つ。ここの部分だね。これさえつければ完成だ。え、待って、残り一つどこだ？下かな？あ、下に落ちてた。これだね。よーし、運んで。最後、僕がぴったしくっつけようじゃないか。あれ？待って、はまってるぞ、ここ。よいしょっと。むずい。下降りちゃうんだけど。お、よくやった。お、いいぞいいぞ。よし。最後は僕がぴったしくっつけよう。よし、この辺だね。いけるかな？向きを調節して、ここ。あれ待って。おっしゃ、くっついた。よし、後ろの方も閉めて、完成した。開けて。さあ、これで行こうじゃないか。さあ、ここもしっかり閉めてと。おお。よし、ここをこうして、
あ、これでエンジンついたね。さあ来たー、動き出したぞー。よし、共に行こう。安全で運転で行こうな。安全運転で行こうな。よし、しっかり道路に。あれ、道路の方向かえないんだけど、なんか段差で引っかかってるかな。おいしょ、乗り上げて、来た来た。うわ、もう世界が砂漠なんだけど、まずはたこ焼き屋さん探そうな。おー、しっかり座っててね。事故らず行きたいね。何かないかな。いやー、進んでも、え、待って、やばい、なんかぶつかった。なんだあれ、道路に石が転がってる。でかいし、誰が置いたんだ。いや、こういう危険な障害物もあるんだね。よし、取り戻して。え、もうないよね。またどっかに落ちてんのかな。ちょっと石とかは気をつけていかないとね。さて、お、なんだ、あ、暗くなってきた。この世界、夜とかもあるのか。うわ、岩だ。危ない、ギリ避けた。よし、こっからプロの運転をやっていこうじゃないか。えおー、なんだ、雷、まさかの雨だ。やばい、うおー、また岩。え、なんで道路に岩が。あ、なんだか、まあいいや、なんか建物あったけど、進んじゃおう。さあ、こっち進むか。うおー、天気悪くなったね、急に。やばい、ちょっと道路に戻らないと。うわー、滑るー、なんか滑ったんだけど。運転ってむずいなー。一直線なんだけどね、これ。よし、取り戻して、こっからもう速度上げていっちゃうか。さあ、いよいよ60キロぐらい出てんじゃない。早い早い、100キロいけるかな。さあ、こっからも止まらず行きたいね。うおー、雷の衝撃で揺れるんだけど。よし、なんだかんだ 1000m 突破したね。来た来た、あ、なんかあるね。ちょっとお腹も空いてきたし、ここのお店向かうか。お、店員かな、あれ。降りよう、一旦。よし、降りてと。いや、でも天気も良くなったね。なんだこの人、やばい人じゃないか。まあいいや、なんか売ってるかな。あれ、なんか散らかってるぞ。え、これトイレ。うおー、襲ってきたー、やばい。あれに触ると食らうな。ちょっと体力減ったんだけど。うおー、コウスケ大丈夫か。待って、これゾンビか。なんか使えそうなアイテム、これを投げつけて、よいしょ、食らわないか。あ、これガソリンだね。これちょっと持って帰ろう。よし、これ車に使えるんじゃないかな。どこだ、ガソリン入れるとこ。待って待って、なんか来てる。やばいやばい、ちょっとガソリンを入れとかないと。もうなくなってきてたよね。うわー、待って、やられるー。体力がほんのちょびっとしか残ってない。一旦これ後ろに置いとこう。よいしょ、置いて、よし、これで一旦戻ろう。おいしょ、戻って、あ、死んだね。悲しいな。復活とかもあるね。みんな、じゃあ今のうちに高評価39よろしくね。よし、みんなのおかげで、なんとか復活できたか。待て待て、なんかゾンビがやってきてんだよね。これどうしよう。これを乗せて帰りたいな。車のガソリンは持って帰らないと。他にもなんか、アイテムあるかな？使えそうなアイテム。あ、ピザ。これをちょっと食べないと。よいしょ。あ、これ。これ使えそうだ。これもなんかの、ガソリンとか入ってそうだな。よし、入れて、これも後ろに入れといて。やばい、ボケー。あ。また死んだね。よいしょ、復活、復活、早く復活。よし、またみんな、高評価、ありがとう。さあ、なんとか復活できた。あれ、待って、タイヤが外れてる。待って、付
け直して、いやこのお店やばかったな。これを入れたいんだけどうまく入らないね。だってこれが邪魔なのか。これをどけて、スポンジはいらなかったね。よし、閉めて、オッケー。これなんか傾いてるけど動くかな。待って、ドアを開けて、よーし、行くぞー。これでこっちか。エンジンかけて、あれ動かないぞ。待って、やっぱなんか傾いてるよね。これがダメなのか。ここのタイヤ沈んでる。やばいやばい。いやこれどうしよう。一旦ゾンビをどうにかしないとね。うわ、また夜になった。こんなところで寝たくないな。オッケー、これで治ったね。さあ行けるかな。よし、入ってドアも閉めといて。と、さあエンジンかかれ。あれ動かない。ガソリンをもう一回入れてみよう。後ろの方だよね。わ、0リットルになってた。入ってなかったのか。これで、よし、なくなった。これ空っぽになったね。いや、動くかな。閉めて、さ、行こうじゃないか。ドアも閉めて、あれ？ダメだ。エンジンかけてもまだ動かない。じゃ、こうなったらね、ここの緊急電話使ってみようかな。ガソリンが必要だから、これかな。ガソリンのマーク。よし、みんな、49、高評価よろしくね。さあ、みんなのおかげで、ガソリンがやってくるんじゃないか。どんな感じで来るんだ？緊急電話したけど。わっ、空からやってきた。うおー、ガソリンくれ。来た来た、降ってきた。よし、物資が降ってきたぞ。これ使えそうだね。やばい、ゾンビまだいたのか。よし、コウスケに任せた。よし、乗った乗った。いいよ。これ車いらないんじゃないかな。いや、無理だ。やっぱ車が必要だ。よし、あ、ガソリン入ってるね。よし、これをこうして、やばいやばい。あ、また雨降り出し始めたし。急いで、ガソリンを入れとかないと。お、入ってる入ってる。いいよ。満タンまで入れたいな。ん？な、雷で壊れた。そんな、付け直せば、治るよね。よしよし、付け直せる。うわ、よく見たら、もうボロボロだし。いや、最初からボロボロだったよね。はめ込んでと。さあ、あとは、うおお、待って、雷に撃たれたら結局壊れちゃうから、先にガソリン入れちゃうか。お、でも晴れた。よかった。すぐ晴れたね。ゾンビがいないうちに、急いで入れとかないと。次はこれだ。よし、そのうちに、車を直してくれ。また旅していきたいね。よし、これも壊していってと。入ってた、入ってた。さあ、もう少しだぞ。これも入れて。よし、50リットル超えた。よし、ガソリンもいっぱいになってきたね。よし、空だ。いや、治ってきた。よかった。これでまた動くんじゃないか。ちょっと試しにエンジンかかるかやってみよう。よし、ここ開けて。もう全体錆びついちゃってるね。ガソリンは満タンになってる。さて、エンジンかけても動かないぞ。こっちか？ガソリンメーターは、これいっぱいになってるってことだよね。しょうがない。もうこのボロボロの車なんていらない。歩いて行こうじゃないか。車なんて最初からいらなかったんだ。こういう砂漠を歩いて旅してみたかったんだよね。いやー、向こう街に着くかな。でもやばい。スタミナとかもなくなってきた。あ、ここに、
いい場所を見つけた。そうだ、ここを僕の墓にしよう。みんな、今までありがとう。